皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。そしてウィッシュアシスタントのしまひろです。どうもよろしくお願いします。お願いします。いやー、私この間130万円課金したじゃないですか。最悪の手じゃないですか。そんなの使いすぎじゃないですか、お金。うん、なんでちょっと聞きたいことがあるっていう言われたんですよ。うん、ギコちゃんの紋章力は一体どれぐらいなんだと。それは結構そういうコメントは多かったです。で、私の多分総課金3500万ぐらい。はい、この iPad 今3500万と16円、3516万円、うん、iPad 代込みでね、はい、なんですけれども、お見せしたいと思います。はい、で、その前にちょっと聞きたいことがあって、うん、山口メンバーについてどう思ってますか。山口メンバーについては、はい、まあ更生して、うん、なんかお酒やめればいいんじゃないかなと思いますよ。あ、わかりました。お酒をやめるって話で言うと、前園さんとはどうですか。前園さんはずっとやめてるでしょ、あの人。やめてるんですか。やめてる、あの人も全然もう飲んでないって。その代わり甘いものが増えたとか、なんかテレビですよ。はい、じゃあ、紋章力を見ていきたい。魂の紋章、これ9万8000です、私今ポイント結構使っちゃったんでね。ああ、では言います。はい、ああ、火は8933ですね、紋章力。うん、分かる。ってことは、よく分かってないね。まあいいや、この数字でくるの読めるでいこう。火、8933。次、水いきます。おお、8760。何が一番高いと思います、今のところ火じゃないですか。ああ、この前の奈落のことを考えたら、うん、光かな。光、うん、じゃあ次いきます。木が8800。バランスがいいな。バランスそうになってんのかな。ガチャばっかり引いてくからかな。まあいいや、次、うん、光9033。本当だ。でも闇が多分結構強い。今のところ光だね。今のところ光が第1位だね。ではいきますよ、うん、せーの、参ります。あっ、おお、一番高いんだ。9276ということで、私の紋章力は闇が一番高いと。で、意外と1万いってないと。いってないんだね。そう、いってないんだねっていうか、これでもすごい高いんじゃないの。高いのかな、ちょっと分かんないけども、まあこんな感じでござんす。ござんす。ヒュルルルルル。コラボでさ、うん、ベーダーもいたしさ。そうそうそう、コラボ系が多い。コラボ系多いね。このゴルベーザーとかね。そう、寄るんだろうね。そうそうそう、結構寄ってるかもしんない、うん、アクセラレーターだったりとか、クロロ、うん、そう、ここら辺のコラボ結構作ってんだ俺。これもそう、キャロル、すごいやってるよね。コラボじゃないんだけど、これは、うん、これとかね、うん、グリード、基本的に作ってんですよね、セフィロス。すごいすごい。ほらほら、ちゃんと作ってんだって。すごいだろ。へぇー、ゴジラとエヴァ。あ、こんなあったんだ。そう、ゴジラとエヴァ、意外でしょこれ、うん、戦ってんのこの二人が、ゴジラ。へぇ、そう、だいぶ前なんだね、2116番ってことはね。そうそうそう、結構前、うん、古くもないんだけど結構前だなっていうところ。これがデスアクト大休止とエヴァンゲリオンです。おお、そうそう、新デスアークってね。すごい、なんかちょっとでもぽいわ。で、シュレッダー、エヴァっぽい。シュレッダー知ってます。シュレッダーってあれでしょ、サガキちゃんのやつでしょ。そう、うん、変幻人間忍者タート変幻人間忍者タート変幻人間忍者タートゼロゼロファッションヌルボー。いやいや、この時よってさ、うん、めっちゃ使ってる。しかも694回使ってんだけど。そう、俺今それ思ったの。めちゃくちゃ相当気に入ってたんだなと思ってた。結構使ってるわ。何700回使うって。で、俺一番好きなのはその隣の、うん、トータク、これほら675回。こんなゴミ使うやついないよ、ほんとに。ギコちゃんはトータク好きって。そうね、でロボット機だとアクシスキラーしかついてない、ね、しかもパワー型でスピード200くらいしかないんで、うん、ゴミかすません。あ、こうなるんだ、アイコンだと。そう、玉なると。そう、進化としてはね、エンマ様みたいな。うん、はい、エンマ様だね、これ舌出してね、これね、トータクっていうか、うん、まあいいや。まあ私の紋章力はこんな感じでした、はい、という動画でした、はい、気になってたという方ぜひぜひチェックしてくださいね、はい、以上、ギコちゃんでした。バイバイ。